お前に一人新入生を見てほしいんだけど。はい。おい稲葉。はい。こいつ1年のエースなんだけど、レシーブだけがどうも苦手だな。でレシーブがうまいお前に見てもらいたいんだ。え、でも。じゃあよろしくな。先輩よろしくお願いします。よろしく。これがきっかけで私たちは部活の後に残り、二人だけでレシーブの特訓をすることになりました。もっと腰入れて。もうレシーブの練習飽きました。先輩、今日もお願いします。ごめん。え？私今度の練習試合に集中したいから。ごめん。わかりました。これ以上チームに迷惑をかけたくなかったので稲葉くんとの練習をやめたのですが、翌日目を疑う光景が。お疲れ様です。稲葉くん。ん？うちのゆいがごめんね。先輩がどうかしたんですか？なんかゆいね、稲葉くんに教えるのがめんどくさいんだって。よくない。そうなんですか。でも私がちゃんと教えてあげるから安心して。はい。あやめの自己中な行動に怒りを通り越して悲しくなりました。悲しい。そんな気持ちのまま迎えた練習試合当日。先輩すいませんでした。僕との練習やりたくなかったみたいで。そんなことない。ゆい、試合始まるよ。分かった。先輩頑張ってください。うん、ありがとう。ねえ。何？これ以上私の邪魔するんだったら先生に言ってメンバー変えてもらうから。うわ。あやめ。何？私のことが気に食わないならそれでいい。でもあんたのくだらないプライドのせいでみんなが必死でやってきた練習を無駄にするなんて私絶対に許さないから。ゆいが悪いんでしょ。ゆいが私の稲葉くんを。あやめ、前私にバレーボールを遊び半分でやらないでって言ったよね。でもあやめの方がよっぽどバレエを遊び半分でやってるんじゃないの。私たちはギクシャクしたまま試合が始まってしまいました。集中してけ。まさかの急展開。悪女がどう改心。シリーズ累計20万部を突破、胸キュンコミック第6巻運命の夏恋編が6月25日発売。さらに美和さん書き下ろし胸キュンスカットテーマソング3つの約束も好評発売中。
写真もあるんです。ここまでの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。シャツなんかジェジュンよりジェジュン。私たちはギクシャクしたまま試合が始まってしまいました。集中してきます。来い。開始早々、あやめのミスが続き劣勢に。私もカバーすることができませんでした。アタックが打てるのは仲間が必死でレシーブしてボールを拾ってくれるからなの。あやめの方がよっぽどバレーを遊び半分でやってるんじゃないの。しかしゲームの流れを変える出来事が起こったんです。ありがとう、私のミスをカバーしてくれて。全然、公式戦までにいっぱい練習しよう。うん。あと今までごめんね。先輩、試合圧勝でしたね。おめでとうございます。ありがとう。あの、久しぶりに練習お願いします。かわいい。今から？お願いします。しょうがないな。やった。じゃあ付き合ってくださいって言ったじゃないですか、あの子。ほんなら隣でいいですよって言ってました。周りに遅かった。関係ないわ。みんな年下の彼にやられてます ね。内村さんだって素敵だったよね、20、30年ぐらい前、ね、結構前やな、ね、あの青年なんかに負けてなかったよね。ありがとうございます。以上、胸キュンスカットでございました。ここからはアパートマンション経営のアジェストグループがお送りします。ゲストのお二人の若かりし日の写真を大公開。さあ、加賀さんでございます。こちらでございます。ほら、ほらみんな言うよね。
たし。タバコ吸ってる。この時代でもやっぱりもうタバコ持ってる写真が多かったですもんね。そうそう、16から吸ってたから。ダメダメ。ダメ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 。これが19ぐらい。映画の男。可愛い。可愛い。今の顔ですよね。今でも全然可愛い。わあ可愛い。これいくつぐらいですか。これも18区でしょう。18区ですか、うん、大変だったの、こういう頭言える人がいなくて。あそう、うわー、色っぽい。大人ですね、これ。ちょっと大人っぽいね。これ20代ですかね、これ。そうですね、きっとね。あそうかもしれない。これは真ん中に白いの着てるのが安井和美さんって作詞家の方ですね、はい、で奥にいらっしゃるのが石原さんの奥さん、あ、吉住さんのお母さんっていうの。あ、そうなんだ。石原慎太郎さんの夫人が27、8かな。でもまだ27、8大人っぽいですよね。感動がすごいな。さあ続いて大橋さんでございます。はい。どれですか。すいません。あ、かわいい。すみません。うわ、もう出来上がってますね。いやいやいや、アムロちゃん世代なので、ロングブーツにミニスカートで学校に行っていた高校時代ですね。はい、ずっと私服だったので。どんな学生でした。いやいや、もうものすごい反抗期で、あの父親に胸ぐらつかまれてぶっ飛ばされて。あ、素敵。 ありがとうございます。本当ですか。お父さん素敵じゃない。 そんなことなかなかね。あったんですよ、ね、であのポケベルは割られて、うん、はい、誰のおかげで飯食えてると思ってんだ。その通り、はい、お父さんすごい厳しい方。そうなんですよ。もうあの町にいる子も叱っちゃうんですよ。いや素敵。これいいですよね、うん、ありがとうございます。なかなかね、すごい、あの加賀さんに褒められたって言っときます。ぜひ。さあそれでは番組はまだまだ続きます、はい、すぐにスカートできるショートショートスカートです。どうぞ。リュックに文句を言う男。いつも通学で使うバスの車内で遅刻しそうになり、慌てて家を出たせいで。うわ、すいません。いったー。いや、いや、もう何やってんだよ。リュック開いてるのに気づかなくてすいません。気づかないってそんなの言い訳になんないだろう。ごめんなさい。大体最近の若いのは注意力なさすぎだよ。リュックのチャックは開けっぱなしにする。本当すいませんでした。謝ったら済むとか思ってるんでしょ。これだから世間知らずの若いのは嫌いなんだよ。チャックはね、開けたら閉める、これ常識だよ。いくら謝ってもずっとネチネチ説教してくる男性に、この後思わぬ出来事が。ここで問題。この後説教男に一体何が起こったのか、丸山桂里奈さんお答えください。こっちの前の方からすごい勢いで走ってきて、思い切り耳をつかまれて、うわーって言われた。見てみましょう。正解は見てみましょうじゃないでしょう。ねえねえおじさん。何。おじさんも開いてるよ、ちゃって。え、え、嘘。最低。あれおかしいな。おじさん、ズボンのチャットは開けたら閉めないと。小さなヒーローのおかげでスカッとしました。ありがとう。どうしようか。どうぞ。よかった。全力と。丸山さん、はい、全然違いましたね。全然違う、ね、走ってきて耳耳持ってる。丸山さんの演技、うん、一番最初になったじゃないですか、うん、でも未だに何て言ってたかほとんど分かんないです。あの二言目な。二言目なんて言ったの。あれなんて言ったのか分かんない。暑い日はファミレスにスズメに限るわ。そうなんですよ。そう言ってたの。そうなんですよ。よく監督 OK したよね、あれ。そっと心を包む君の笑顔が忘れられない。時が流れても君の面影は私の心に深く刻まれ
を知りながらも君がくれた幸せいつまでも守りたい星が日々は私の心に生き続けるいつまでも忘れないよ君がくれた愛を胸に抱いて星空の下で夢を見て星空の下で夢を見て星空の下で夢を見る「神の空に下まして」